皆さんどうもコンコンチドイヒーです。今日はニャンコ大戦争のグッズをたくさん買ってきたよ。すごいいっぱい買ったね。よくこんな金持ってたね。お豆さん四郎に買わせました。自分で買ったんじゃないのかよ。それでは買ったものを紹介商品してくぞ。こんなの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 、はい、終わり。雑すぎだな。もっと丁寧に紹介してよ。じゃあこちらから紹介していきましょう。これは何かな。ぺったんこなんだよね。もしかしたらこれおでんのはんぺんかな。そんなわけないでしょう。なんだよグッズではんぺんって。じゃあ何なのか開けていきましょう。ビニールを開けて中のやつを出していく。引っ張れ。よいしょ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 。はい、出てきました。これはぬいぐるみだね。とても寝やすそう。おやすみなさい。寝るんじゃないよ。じゃあ続いての商品はこちら。これは何かな。これはぬいぐるみでしょう。そっちの話じゃなくて手前のやつ。これはなんだろうな。首から下げるカバンかな。いや、はんぺんじゃない。なぜはんぺんなんだよ。やっぱりこうやって首からかけるやつだよ。そうなんだね。どっから出てきてんだよ。それじゃあおやすみなさい。どこで寝ようとしてんだよ。続いてはこちら。これはなんだろうね。この輪っかのところで先生の頭を締める。何のために締めるんだよ。締めハゲ。締めサバでしょ。このボトルの中に何か入ってんでしょう。この中身は巣かな。なんで巣を持ち運ぶんだよ。そんなにかけないでしょ。じゃあなんだろう。ハンドジェルって書いてあるね。ハンドジェルよりもハゲジェルが欲しいね。そんなの誰も使わない。次はこちら。これはトレーディング缶バッジって書いてあるね。なんだ、ネルネルネルネが入ってんじゃないのか。こんな袋に入れないでしょ。早速開けて中で寝てみましょう。寝袋みたいに使うなよ。早く商品出してよ。よいしょ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 、出てきた。これはオープニングの缶バッジか。もう一つはカサジゾウだ。やった、カサジゾウ出てきてくれて、うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎてハピ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 ピー。踊らなくていいから。続いてウェハース行ってみよう。超激レアのカードは出るかな。一つ目開けていくぞ。中にはウェハースが入ってるよ。めちゃくちゃ重たそうだな。カードはこれが入ってた。知らないキャラだな。超激レアじゃなくてアジャピジパー。それじゃあどんどん見ていこう。2枚目がこちらチビのやつ、3枚目がこちら寿司のやつ。超激レアでなくてアジピジパー。だけどこの寿司のやつ角度が変わると絵が変わる。これはすごいね。というわけで商品紹介は以上。みんなもよかったら買ってみてね。なんで先生食べられてんだよ。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。